皆さんこんにちは、ゆうきです。さあ本日も詰将棋やっていきましょう。今回ご用意してきたのは15手詰めの詰将棋です。ではこちらの方ですね、頑張って解いていただければと思います。では駒の配置読んでいきましょう。玉型12金、21玉、22角、23銀、33銀、34飛車、42金です。攻め方、11銀、13角、31銀、32飛車、41金、43金です。では、1分間お考えください。解説の方をさせていただきます。ここまで皆様ご視聴ありがとうございます。ということでね、今回の詰将棋はこういったね、15手詰の詰将棋ということになるんですけど、さあ皆さんお分かりいただけたでしょうか。ではやっていきましょう。まずは22銀右成りということでですね、入っていくんですね。この角を取りましょう。右成り、で同銀ですね。同銀で取ります。で、同銀。同銀。で、同銀なりですね。で、こう銀を取っていきます。で、同金で取りまして、3一金と、こうね、金をこうずらして、1一玉。で、1二銀打ち。同銀ですね。同銀で取ります。2一金と、さらにこう金をね、ずらしていきまして、で、同金ですね。2二角打ち、2二角打ち、同金。3一飛車なり、3一飛車なり、2一金、2二角なりまでということで、これで15手詰めですね。取ることできませんね。取ったらね、飛車で取られてしまいますのでね、これはどう考えても無理ということで、これで以下、詰みということになりますね。では、もう一度やっていきましょう。戻すのがね、ちょっと緩くないですね、これね。玉、玉、金。はい。では、すいません。では、もう一度やっていきましょう。はい。22銀右成りですね。22銀右成りで、同銀で、同銀で、同銀成り、同金。はい。3一金と。これ逆ですね。失礼しました。3一玉、3一金、1一玉、1二銀打ちですね。1二銀打ちで同金。2一金で同金。2二角打ちで同金。3一飛車成り、2一金。2二角成りまでということで、いかつみです。はい。というわけでね、今回の詰将棋はいかがだったでしょうか。また明日の朝も詰将棋投稿させていただきますので、どうぞお楽しみください。最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。